赤い公園は2010年に結成された日本のロックバンド。所属事務所はソニーミュージックレーベルズ。所属レーベルはエピックレコードジャパン。公式ファイクラブは赤すぎる公園。活動拠点の立川バベル2010年1月4日、高校の軽音楽部に所属していた4人により結成。地元東京都立川市のライブハウス。 立川バベルを拠点に活動を開始し、同年12月には、新生かまってちゃんが主催するライブイベントにも出演した。2011年1月、自主制作のデモ音源、はじめましてを発売。同年3月、自主制作によるミニアルバム、ブレーメンと歩くを発表。同年10月、夏メンやチーナなど、日本人アーティストと共に、 カナダで開催された NEXT MUSIC FROM 東京 v o l ーム3に参加注目を集める。複数のレコード会社による争奪戦の末に EMI Music Japan と契約。2012年2月15日 EMI Music Japan よりミニアルバム透明なのか黒なのかをリリースメジャーデビューを果たした。同年10月9日バンドのオフィシャルサイトにて ギターのツノベ先の体調不良により当面の活動を休止することを発表。2013年3月1日、ユーストリームに出演して活動を再開することを発表。同年6月5日リリースのスマップのシングル、ジョイでツノベ先が作詞と作曲を担当する。2017年7月3日、佐藤千秋が同年8月31日をもって脱退することを発表。 佐藤は7年の活動の中で自分の手に負えないほどのズレが生じていることに気づいた。そのズレが迷いとして音楽にまで介入してきたとき、赤い公園のボーカルという使命に限界を感じたことを脱退の理由としている。同年8月27日、ZEP ダイバーシティ東京で行われた熱唱祭りが4人体制での最後のライブとなった。2018年5月4日、 ビバ LA ロック2018に出演し、新ボーカルを元アイドルネッサンスの石野美智子が務めることを発表した。石野の加入に伴い、同年より、角、藤本、歌川の3人は石野の所属事務所であるソニーミュージックアーティストに移籍した。2020年10月18日、角米先が急成。2021年3月1日、 角米先がいない赤い公園はもはや違うものになってしまうのではないかという思いが大きくなり同年5月28日に中野サンプラザで行われるラストライブをもって解散することを発表した藤本と歌川が友人たちと始めたバンドに脱退したボーカルに代わり同級生の佐藤が加入その後ギターも辞めたためサポートメンバーとして角が加入した当初 東京事変やチャットモンチー、土屋アンナ557188などをコピーしていたが、当時から作曲をしていた一学年上の角の加入により、オリジナル楽曲の演奏をするようになる。バンド名は怪獣公演にする予定だったがすでに使われていたため、赤い公演となった。作詞、作曲の大部分をギターの角が担当。 ベースの藤本も一部の楽曲を手掛けている。音源プロデュースは、ファーストアルバム、公演デビューにおいて、全曲角が行うが、セカンドアルバム以降は、相田萌一、亀田誠治、島田正則、蔦谷光一等が参加している。作曲の多くでは、吹奏楽経験もある角が、クラシックや現代音楽のスコアを参考に、したりしながら、ポップスやロックのセオリーでは、 不協和音になる音をあえて使ったり、カウンターメロディーを入れたりと、様々な試みをしている。ギターで曲を考えるのが苦手であり、ピアノで全部のパートを作ってからそれを無理やりギターで演奏している。楽曲制作の基本として、まず角が歌、ベースドラムシンセサイザーを入れたデモ音源を作る。デモの段階ではアレンジはあまり固めず、ほとんど打ち込みで作られた。 バンドサウンドとは、かけ離れた形で上がってくるので、それをバンド全員でアレンジするという方法をとっている。音楽の好みがはっきりしていて、専門外のことはよく知らない他の3人と一緒に仕上げることによって、アンバランスでありながら普通の人も聴けるポップスになる。そしてその歪さが耳に引っかかるフックとなり、赤い公園の音楽を特徴づけている。レコーディングでは極力、 オートチューンを使わないようにしているので、歌の音程が多少ずれても補正せずにいる。角自身は、ジャンルが、カチッと決まっているバンドが多いシーンの中で、限りなく、とてつもなく自由でいたいんです。だから、方向性を決めないというのが方向性ですね。今まで、いろんな音楽を聴いてきた中で、やりたい音楽が、ごちゃ混ぜになっているんですよね。一番好きなアーティストを聴かれたりすると困るし、 こういうバンドが好きなのかなと想像してくれると嬉しいと述べている。音楽雑誌、マーキーの編集長、うん松本は、インディーズ時代から赤い公演の作曲力、構成力、演奏力を高く評価している。月刊音楽雑誌、ミュージックマガジンは、赤い公演の音楽性と楽曲について、ハードコアとポストロックとトイ・ポップと、昭和歌謡が溶け合うことなく混在する。 音楽性はあまりにも雑多で乱脈。ほとんどの曲が3分以内だが、一曲に込められた情報量は多く、変則的な構成や目まぐるしい展開で聴き手を、格乱、幻惑させる、独創的で複雑なアレンジと批評している。ステージやアーティスト写真では、メンバー全員が白装束をまとっている。その理由について、角はなんとなく演奏がうまく見えそうだし、 ステージの照明にも映えるかなって、衣装があった方が気合が入るし、そもそも普段着には自信がなくてと語っている。また、ステージや音を含めてトータルで表現するためという意味も込められている。2017年以降は白装束をやめ、ラフな格好が中心となっており、ボーカルが佐藤から石野に変わって以降も継続している。角のソロ名義での作品については、 角ノベー作品を参照。デモ音源ミニアルバムシングル EP、ミニアルバム、透明なのか黒なのか、と、ランドリーで漂白を、は、タイになっており、メジャーデビューミニアルバムの第1弾と第2弾という形式をとっている。収録曲は、常盤が奇数番のみ、カバンが玉数番のみという仕様になっている。両作ともつのが、セルフプロデュースを担当した。 フルアルバムベストアルバム太字は、ワンマンライブ2019年2020年インディーズ、時代2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年。ありがとうございます。